はい、ではお願いします。どうぞ。皆さん、こんにちは。高坊のキックオフ第11回目、始めてまいります。前回はですね、ちょっと映像の不備で、ご覧いただけなかったものでございましたので、振り返りとしてですね、その映像も交えて、少しお話をしてまいります。画面をオフします。ですね。前回第11回目なんですけれども、前回の続きというと第5条の主審と副審に関してですね、お話をしてまいりました。で、副審に引き続き、その他の審判員ということで、副審を含めてこの第4の審判員、そして、リザーブ副審というのがございました。リザーブ副審というのは、ちょっと前回お話ししたんですけれども、まあ、今まではさらに黒子の黒子という存在だったんですけれども、まあ、これが、フィールドにいる審判員の一人に含められまして、事実上と言いましょうかですね、主審を直接援助できるという、まあ、立場になりました。で、まあ、リザーブ副審ですので、名前の通り、また副審が故障した場合の、まあ、補充として、なんていうんでしょうね、用意されている立場の審判員。で、あとは第4の審判員が、まあ、何らかの事情で、職務ができないときにもそこに入ることがあります。で、それでですね、次の画像ですけれども、で、主審に関してはですね、まあ、唯一、懲戒罰ということで、イエローカードやレッドカードが出せる、審判員です。で、この、まあ、簡単な表を作ったんですけれども、競技者とチーム役員というのがあります。で、競技者というのが、基本的には警告と退場のみが課せられます。で、これに対してチーム役員、監督とかコーチ、メディカルスタッフ、まあ、メンバー用紙ですね、チームリストに登録されているものです。それは、注意、警告、退場、この3種類が、競技規則上で、まあ、認められた、処分となります。で、従来ですと、このチーム役員はですね、で、まあ、選手でいうところの一発退場に相当する退席処分しかありませんでした。もう即ベンチから、まあ、追い出されて、控室なり更衣室なりに、帰っていってもらうと。いうことで、その試合にはもう参加できないというものでしたが、いわゆるチーム役員にも、まあ、選手同様にカードが出せたり、注意も正式にできる。で、フィールド上にいる競技者、選手に関しての注意というのは、競技規則上の、まあ、制度ではないんですけれども、まあ、試合を有効円滑に進める上での、まあ、一つの、なんていうんでしょうね、弁法というか手段ですね、方法として、まあ、有効に使われることがありますので、まあ、場合によっては、その注意で、その選手も冷静になることがあるでしょうし、即カードが出ちゃうっていうような、この、まあ、乱発する状況を、まあ、なんとかこう、防げる一つの、まあ、技術として使っていいんじゃないかなと思ってます。で、今回、競技規則の改正によってですね、テクニカルエリアにいる、まあ、チーム役員や交代要員などが、その、文句を言ったとか、判定に対して異議を唱えた、もしくは何らかの、まあ、支援行為をしたとかですね。あるんだけれども、一体誰がやったんだっていうのが特定できない場合は、まあ、いわゆる監督責任と言いましょうかですね。一番上にいるコーチ。まあ、日本語でいうところの監督が、まあ、その罰則を受けてしまう。まあ、会社でいうところの、まあ、代表取締役社長が責任を負うような感じですね。そういった形で、誰かが特定できない場合には、上位のコーチである監督が、その、まあ、カードなり、罰則を受けると。ところが、フィールド上にいる競技者、まあ、11人が、まあ、一般ですけれども、誰が判定に対して文句言ってるんだろう、異議を言ってるんだろうとかですね。そういうカードに当たるような行為をした人がいるんだけれども、誰だろう
という、わからない、特定できない、といった場合はどうなるのかというと、残念ながら、上位のコーチにはカードが出せません。つまり、その特定できない場合は、誰にも処置を与えられないということですので、主審、副審、または代表の審判員がいらっしゃる場合は、協力をして、適切な処分を与えられるように、しっかりとこう、まあ、監視をしていただきたいということでありますので、この辺は協力してやっていきましょう。で、次にですね、まあ、副審に関しては主審の援助をする立場ですよと。で、自己主張は、基本は、まあ、副審でいただかなければならないのではないかというふうに思っております。で、副審のもう大事な仕事を輝ける瞬間というのがですね、オフサイドの判定であると。オフサイドであるのかないのか。これはもう副審がほぼ9割と言ってもいいくらい握ってる大事な判定です。で、まあ、その時のこう副審のこう目の錯覚に関しても、非常にこう、遠いボールとラインのこの視野というんでしょうかね、その分担が非常に難しいので、その時のその騙される現象というのが、まあ、フラッシュラグ効果というのが、まあ、前回お話ししたんですけれども、非常にこう、一つの視野でこう見える分にはまあ、そんなにズレはないんですけれども、深い位置からこう蹴られた。それと、オフサイドラインがこう、さらに相手側のエンド内で深い場合には非常にこう、目線がどうしてもこう、一つの視野には入らないので、非常にこう、ごまかされやすいということをお話しました。で、次に追加復診ですけれども、まあ、導入、当初はよく使われてたんですが、ほぼ最近はもう VAR の普及でほぼ使われなくなったと言ってもいいですね。カップ戦とかでもリーグ戦でもほぼ見られてませんね、今のところ。なのでまあ、この得点、ゴールかどうかの非常に際どい見極めとかにはまあ有効だとは思うんですけれども、まあ人件費とかいろいろな面で多分、割れなくなったのかな。ちょっとまあ、ここら辺の事情はわかりませんけど。で、先ほど申しました、リザーブ福祉に関してもお話ししました。で、私たちのような試合の担当するカテゴリーではですね、ビデオ審判員は全く使われませんので、もう割愛していきます。で、主審と福祉の協力関係は大事ですよと。主審になりたいけど、今回福祉だった。それは残念だとか、そういうふうに思わず、主審は主審で大変ですし、副審は副審で大変。しかし、非常にこう、やりがいのある瞬間もありますので、それをしっかりと判定できれば、まあ、それぞれの主審より副審よりにつきますので、それぞれが与えられた立場、職責をしっかり全うして、与えられた試合時間を、まあ、有意義に楽しくやっていってほしいというふうに思っております。で、一応簡単にここまでの前回の振り返りをいたしました。それでですね、次に、今日ですけれども、第11回ということで、試合時間第7条。そして、プレーの開始と再開で第8条。ボールインプレー及びアウトプレーに行けたらいいかなという形ですね。で、雑談も余裕があれば入りたいというふうに考えております。で、1番目の前回の振り返りは先ほどもやりましたので、次の試合時間なんですけれども、基本的に第7条ではですね、試合時間は90分行うというふうに書かれています。まあ、ですが、まあ、各、まあ、地域とかカテゴリーとか、まあ、試合の数、いろんな条件によって、90分ゲームか、例えば80分ゲームなり、70分ゲームなり、まあ、いろんな事情でこう短縮される場合があります。まあ、大体、都道府県市区町村レベルだとまあ70分前後が多いですね。で、上位の試合になるとまあ、フルタイムの90分の試合が、まあ、一般です。社会人リーグでもですね、今1部と2部が東京都ですと90分ゲームになっています。で、3部が70分。
で、4部が60分入れるんですね。まあ、30分半。ということになっていまして、それぞれのそのカテゴリーなり状況、大会規定によって、定められています。で、あと、ハーフタイムのインターバルですけども、まあ、最大15分。まあ、その大会要項によって定められています。5分しかない大会もあれば、10分の大会もある。で、これは一応、競技規則ではですね、インターバルを取る権利がある。というふうに書かれていますので、まあ、休みたいという申し出があれば、一応これは尊重されるものです。まあ、ただその後、こう、時間が経過して、呼び出してもなかなかこう、出てこないチームが非常に多いので、まあ、私の場合は、多少早めにまず笛を鳴らして、予告しておきます。で、実際の休憩時間、ハーフタイムの1分ぐらい前になったら、さらにもう一回笛を吹いて促します。でもなかなか、まあ、あまりカテゴリーをどうのこうのと、まあ、具体的に言うと、まあ、支障があるので、避けますけれども、作戦タイムというか、監督のもう指示が非常にこう、熱くて、言いたいことをたくさん言ってしまって、その時間にルーズになるっていうのがあるんですね。なので、本当にそこは、運営上非常に辛いです。例えばその会場で1日何試合かとかが入っている場合には、そのタイムスケジュールが非常にこうタイトになってくるので、守ってほしいんですけども、もう自分たちの試合になるとすごい、どうしてもこう熱が入ってしまって、熱弁を振るう監督がいらっしゃるものですから、なかなかこう、要求に応じてくれない。また、全国大会とかテレビが入る試合になりますと、絶対にこのタイムスケジュールを守らなきゃいけないので、それはもう、マッチコーディレートミーティングでですね、しっかりとそれは申し合わせがされるんですが、それ以外のリーグ戦などにおいてはなかなか辛い状況が多いということになります。で、次にですね、空位された時間の追加ということで、まあ、これは正式な競技規則上の表現なんですけれども、昔はですね、ロスタイムという言い方をしていました。ロスタイム、まあ、5文字で非常にこう、短時間で言いやすい。それが、アディショナルタイムということで、な表現が公式に変わりました。で、これが2011年の7月5日から、こういう名称で、呼びましょうと、お使いましょうというふうになりまして、まあ、多分考え方の違いだと思うんですけども、まあ、表から見るのと裏から見るのとの多分違いで、ロスタイムというのは、まあ、失われた時間を取り戻そうということだと思うんですが、それがまあ、アディショナルタイムで、まあ、加える時間ということで、まあ、まあ、実際のところ、まあ、追加する、まさにその時間という、まあ、表現だろうとは思うんですね。その英語表記からすると。ということで、現在ではアディショナルタイムという言い方をしています。で、これはですね、競技規則にも書かれておりまして、全部で8項目あります。で、これはまあ、該当する審判員の方が、ここをしっかり見ていただいて、こういう項目の時には、ちゃんと時間を追加しましょうということで、まあ、一般的には、競技者の交代の時ですね。ここはまあ、一般的に、まあ、受けは止めます。で、暗黙の了解なんですけども、了解的な了解、その了解なのかなんですけども、1回の交代でだいたい30秒計算で、追加していきます。1回の交代で、まあ1回というか1人ですね。で、2人出るとまあ30秒から60秒以内の感じで、まあ時間が使われることが多いので、だいたいまあそれぐらいを目安にして、前半の終了時、後半の終了時に追加していきます。あと、競技者がフィールド上で倒れて怪我をしたときですね、その怪我の状態を見る。そしてまあ、状態が悪ければ、まあ、担架で運んでいく。その辺の時間も追加されますし、あとはですね、警告退場のカードを出すときとかですね。まあ、あとは、飲水のとき。夏の暑いときですね。本当はまあ、避けるべきなんですけれども、試合をやらざるを得ないというときにはですね、飲水タイムを設けることがあります。前後半に1回ですね。だいたい設けられます。
で、その場合のですね、目安なんですけれども、各会場に湿球温度計といってですね、まあ、湿度とかそういうのを測る専用の機械があるんですけれども、それがですね、まあ、英語表記の、まあ、略称で言うと WBGP という言い方をしまして、それで、そうですね、31度以上は、そもそも試合をしてはダメよという扱いになっています。で、あと28度以上が、まあ、飲水タイムを取る目安ですよと。で、あと状況によってはですね、クーリングブレイクということで、設けられる場合があります。で、この飲水タイムとクーリングブレイクの違いなんですけども、飲水タイムはですね、まあ、多くても1分以内で、タッチライン上で、ベンチから用意されたボトルを持ってその水を取るという行為です。で、クーリングブレイクと言いますのが、ベンチ内もしくは日陰のところにですね、戻っていって、そこで、まあ、大体3分程度、目安に、本当の休憩できる、ということです。で、飲水タイムに関しては、基本的には指示はできません。本当に単純に純粋に水を飲むと、いうことになっています。で、クーリングブレイクというのは、まあ、ハーフタイムと同様に考えていいもので、まあ指示もできますし、まあ自由に時間を使っていい。ということで実際に、まあ休む時間です。まあでも3分休んだからってもう、気しても結局もうその時点で暑いので非常に辛いです。まあ自分自身ももう足元がですね、非常に暑くなって、なんかすごい体力がもう足元から奪われていくような感覚になるんですね。本当に辛い猛暑時の試合でした。で、このアディショナルタイムなんですけれども、まあ、計算方法と言いましょうかですね。ございまして、0秒から59秒までが0分。要はその、第4の審判員が前に出て交代ボードをですね、まあ、J リーグだと電光掲示ですけども、それで数字を出すんですけども、それは出さない。ということで、で、1分フラット00から1分59秒までが数字1、1分を、まあ、表示します。で、そういった感じで、そのフラットから上に行くと、その数字ですね。2分から2分59秒が2分。ということになります。この厳密に計算するのはほぼまあ難しいので、もう主審のもう判断になりますので、いや、これ3分でおかしいでしょう、6分でしょうとかっていう言い方も、まあ、わかるんですけども、まあ主審の計測による判断ですので、まあこれはもう、著しくおかしいとかっていうことがない限りは、まあ、なんて言うんでしょうね、了解していただきたい部分ですので、まあ最近ではですね、10分のアディショナルタイムがあったり、いろいろありますけれども、基本的に我々のレベルでは、そこまではほぼないです。ので、まあ、そんな問題になったりとかすることはありません。まあ、ただ難しいのがですね、終了するタイミングです。例えばアディショナルタイムが3分だったとしても、その、負けてる方が、そのボールをキープしてるときに、まあ、得点が狙えそうだよ、っていう時に笛を吹いてしまうと、非常にその後終わってから揉めます。で、またよくあるのがコーナーキックを与えたのに、蹴る前に止めてしまうとかですね、終了してしまうとか。そうするとやっぱりなんでだよ、これやらせてくれよっていうのがあるんですね。なので非常にこう、円満な終わらせ方をするってことも、まあ、主審にとっては大事な、なんていうんですね、マネジメントの一つだと思われます。確かにその、時間ちょっきりにこう、終わるってのは、全くその競技特上問題はないですし、正しいですが、選手のやっぱ気持ちからすると、このプレーやらせてくれよっていうのを、やっぱりこう、させてあげることによって、負けても納得することが多いんですね。ここまでやらせてもらったんだから、まあ、点が取れなかったのは仕方ないだろう。
でも、チャンスになったところで、やらせてくれずに終わらせてしまうと、入ったら、お前どうしてくれるんだよっていうのが、まあ、負けてる方からしたらありますし、勝ってる方は早く終わらせてくれよっていうのも当然ありますので、どこまでその、いい塩梅で終わらせるのかっていうのが、その主審の空気感というか、試合を読むところの、まあ、能力かなとは思うんですね。まあ、形式的に終わるのは、まあ、まあ、問題ないですけど、間違いないんですけども、なんかこう、もやもやっていうのを抱えたまま終わらせるよりも、ちゃんとチャンス与えたのに失敗したでしょ？じゃあ終わりますねっていう方がまだ、なんか納得感を得られるんじゃないかなっていうふうに考えておりますので、主審の方は終わらせ方をちょっとこう、工夫して、お互いがこう、握手できるような感じでこう、終えてもらうといいと思います。で、次にですね、第8条のプレーの開始および再開なんですけれども、まあ、開始に関してはですね、キックオフ、これが必要になってきます。で、キックオフに関してなんですけども、ちょっと一つ画像を戻して、まず、試合開始前にですね、コイントスを行うんですね。で、その時に、出た方のこの面を選んだチームが、まず選択権を持ちます。ボールを選択する、まあ、キックオフを選択するか、それとも自陣の場所を選択するか。で、選択した方の逆をその相手チームが得るということになっています。で、ちょっと時間がまた、なくなってきましたので、できる限りは、また続きに入りますが、まあ、キックオフなんですけれども、昔は前方に蹴りましょうというふうに書いてありました。で、今この図をご覧になる方、YouTube でご覧になれる方なんですけれども、ブルーのチームがキックオフを行います。で、赤い方のチームが逆のチームになります。で、基本的にはこの矢印の逆が本来、従来のキックオフの仕方だったんですけれども、改正によってもう全方位、どこにでも蹴ることができます。自陣のチームの側にも蹴ることができます。これ赤い矢印で示したもので。で、このキッカーがいますね。この青い、このセンターサークルの中にいるこの青いキッカーのみが相手のエンド内に立ち入ることができます。で、味方が、いるんですけれども、この味方がですね、キッカーと同じ場所に行けるわけといけません。キッカーのみがいけますので、主審の方は、まあ、細かいですけれども、注意をしてみてください。で、相手競技者は、このセンターサークル内に立ち入ることはできませんし、ハーフウェイを越えて、ポジションを取ることもできません。必ず、ハーフウェイラインよりも内側にいる。そして、このセンターサークルにも入れない。ということになっていますので、間違いないようにしていただきたいと。で、この場合のね、主審のキックオフ時の立ち位置なんですけれども、基本的にはこの私のこう矢印を動かしているこのカーソルの位置あたりが基本です。ところが最近 J リーグでもプロの外国の試合でもそうですけども、相手エンドのところに最初からポジションを取っている例があるんですけども、まあ、わからなくはないんですけれども、そんなにこう、なんていうんですかね。変える必要もないと思うので、自陣の、まあ、左側の方ですね、の方向に立っておいた方が無難かなというふうに思っています。大体ここら辺ですね。ここら辺というとラジオを聞いている方には申し訳ないですけども、まあ、センターサークルの左後方あたりに位置を取っていただければいいかというふうに思っています。それで、残り時間も少なくなりましたので、これ以上ちょっと進めないかなということなんですけれども、コイントスに関してがですね、これが主審が必ず行うというふうに競技規則の改正で規定されました。ので、セレモニーで例えば、どこかの市長さんが来たから市長さんにやってもらいましょうとか、まあ、有名人が来たのでその人にやってもらいましょうということができなくなりましたので、必ず主審がやってください。それでですね、一応今回はここまでといたします。で、この番組ではですね、皆様からのご意見、ご感想を募っております。
メールアドレスが 797@fmginowan.com までお送りください。で、当日はですね、アプリのリッスンラジオまたはマイチューナラジオでも来ています。あと YouTube では画像もご覧になれますので、ぜひ参考にしてみてください。もう残り数十秒ですので、次回はこの第8条のですね、プレイの開始及び再開、その他後半に、続けてやってまいりますので、よろしくお願いいたします。では本日はこれで失礼いたします。